はい、皆さんこんにちは、タートルです。冬は寒くて体が冷える、夏はエアコンかかって体が冷える。実は体は常に冷えてるんです。年々寒がりになってる、そんなことはありませんでしょうか。寒くなると血流が悪くなるので代謝が下がってしまうんです。ですが実は体が冷えることによって体温を上げようとするのでエネルギー消費は上がるんです。要するに体が冷えることによって実は痩せやすくなるんです。ですが寒いと感じると体を動かすのが嫌になりますよね。今回は全身ポカポカになるメニューを一緒に頑張ってください。今日も一歩前進しましょう。座った状態で足をパンパンしましょう。こういう感じで足で叩く感じです。足首、膝、股関節、関節をしっかり動かすことによって体は温まります。楽に座ったままでいいです。はい、 OK です。今度は足を伸ばして平泳ぎする感じで足を動かします。股関節から足を回していきましょう。結構足だるくなるんで、だるくなったら休んでもいいです。股関節を回すってことがね、血流が良くなります。 OK、 次は反対です。もし辛かったらね、背もたれ使っていいです。座ったまま行うことで体幹もしっかりね鍛えられて一石二鳥です。これ結構きついですよね。足痩せにもね、すごい効果的ですよ。はい、OK です。今度はね、足をパタパタしましょう。こういう感じ。ふくらはぎとももをね、床に叩く感じで。楽な姿勢で、やってください。ちょっと辛いメニューもありますが頑張りましょう。はい、 OK、 そのまま寝ましょう。今度はね、膝を曲げて伸ばします。交互に動かします。できるだけ抱えてね、腰のストレッチもしましょう。呼吸をリラックスしてください。はい、 OK、今度はね、足を折り曲げたままでキープ。この時にね、つま先をね、少し外向けるとやりやすいです。腰がね、反れないようちょっとお腹を押さえて伸ばしましょう。ちょっと体をね、気持ちこうやって揺らして力を抜いてね、ください。はい、反対も同じようにいきます。足を曲げて、腰がね、あんまり浮かないようにちょっと骨盤を立てる感じでグッとね。お腹を下ろすとね、膝が上がるんですが、その方がいいです。膝をしっかり倒してね、腰が反れても一緒なんで、しっかりまず腰をつけた分足を伸ばす。
足の裏合わせて膝パタパタしましょう。これも腰がね浮かないように腰つけたままこれができるとこれだけでも腹筋鍛えられてます。体がねしっかり温まりますんで少ないメニューも大切。はい、OK。今度はね、膝を抱えていきましょう。こういう感じで両膝抱えて、あまり力むとね、うまく動かせられないんで、腰を丸めるっていうイメージで勝手に膝が上がってくる感じです。今度はね、足を交互に動かします。できるだけ膝を伸ばしてね抱えてください。たまにつま先も上げて膝が曲がったまま抱えるよりはね伸びたままいけるところまで。これも腰が浮かない方がいいです。はい、OK。 今度は膝をね交互に抱えていきましょう。交互にももに胸が当たるように。だいぶ下半身がね温まってると思います。下が温まれば上は温まりますんでね、下からしっかり血流を上げていきましょう。はい、 OK です。で今度はね足パカパカしましょう。腰が浮かないようにしっかり開いてください。閉じることよりも開く方を意識してください。寝ながらリラックスしていいですよ。少しです。はい、 OK です。それでは起き上がりましょう。足を開きます。腰を支点にね、上体をねじることで上半身が温まります。はい、OK。 はい、今度は楽に座った状態で手をね、ブラブラしましょう。ラストです。しっかりね胸から上をね力抜いてブラブラすることで、ね、血流が上がります。体を温める運動って言ってもねしっかりねこれも痩せる効果がありますから、継続的にするとね冷え性改善や代謝がね高く保たれます。はい、 OK です。お疲れ様でした。今回の体がポカポカになるメニュー、朝でも寝る前でも空いた時間に毎日見ながら一緒に頑張ってみてください。頑張ってやったよって方、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。